はい、トロチャンネルです。今日は北に行こう、日本、海を見に行こう的な感じで、ね、やってきたやつの第、5回だと思いますね。鳥取に来て今日本海側を走ってます。今日は風が強いですよね。これ外先 N システムがあります。砂がものすごい飛んでますね。かえって洗車コースですね。これは今できた目的は、去年かな、鳥取の何でしたっけ、西バイパスでしたっけ、がなんか無料の区間ができたみたいなんで走ってみたいなって思いながらなかなか行けずに、まあいい機会だから、この付近はゾーン30ですよ、走ってみようかなということで今そっちに向かってるんですよ。
新しいですね。綺麗ですね。ということで今日はこのまま走ってハワイのパーキングで休憩しようかな。そこでまあ折り返しの予定なんですけどね。
なんかちょっと暗めなんですけど、結構明るく映ってますよね。
ーハー気分を車いますね。止めようと思ったらトラックマスでしたわ。はい、ということでここで終了とさせてください。ご視聴ありがとうございました。